ISS とのドッキング体制に入ったソユーズトマ -1 ソユーズトマ -1 はロシアのソユーズとしては5回目の国際宇宙ステーションへの飛行ミッション。コールサインはエニセイ。ソユーズ FG によって打ち上げられたソユーズ TM-34 が最後の打ち上げとなったソユーズ TM 型に代わるソユーズトマ型の初飛行でもある。二千一年春。 宇宙ステーションへの輸送ミッションを2002年10月に行うことが計画された。当初、乗組委員は船長のセルゲイ・ザ・リョーチンとフライトエンジニアのフランク・ディベナになる予定だったが、2002年2月にアメリカ合衆国のミュージシャンであるランスバスがロシアの宇宙船で1週間の宇宙飛行への参加に興味を示していることが報じられた。しかし、2002年9月までに 契約の条件が満たされなかったため、ランスバスの訓練は中止され、このミッションの計画は中止された。ランスバスの代わりには、ロシア人宇宙飛行士のユーリ・ロンチャコフが登場した。座両人ら3名は11月10日に、ソユーズ TM-34 で帰還した。第6次長期滞在クルーは11月24日に、 STS-113 で打ち上げられ、第5次長期滞在クルーと交代した。彼らが、軌道上にいる間の2003年2月に、コロンビア号空中分解事故が起こり、ISS の滞在者の交代のプロセスに、大きな変化が生じた。2005年7月にスペースシャトルの運行が、再開されるまで、ソユーズは ISS への往来の唯一の手段であった。 ソユーズトマ -1 は2003年5月4日に ISS から離れ地球に戻った。帰還時にコントロールシステムに技術的な異常が生じたため、緩やかに制御しながらの再突入と降下ができなかった。このため弾道突入となり、機体は目標地点より約 460km も手前に着陸し、クルーは減速時の激しい G にさらされた。また降下中に、 アンテナ1本が剥がれ落ち、残りの2本は進展しなかったため、ソユーズカプセルとの通信が断絶した。着陸後に緊急事用の送信機を用いることで、ようやく通信が回復した。これを教訓として、以降の乗組員は、イリジウム衛星電話を持つようになった。これ以降のソユーズトマのミッションは、ソユーズトマ -10 と、ソユーズトマ -11 を除いて、 再突入時にコントロールが失われて、弾道突入することはなかった。ありがとうございます。